ガーデンコート棟、ホテルウェルシーズン浜名湖は、静岡県浜松市の浜名湖のほとりにある、立山寺温泉にある、リゾートホテルである。縁鉄観光開発が運営している。浜名湖周辺で、最大級の温泉リゾートホテル。遊園地浜名湖、パルパルと隣接しているほか、同一建物内に、日帰り温泉かざきの湯があり、宿泊客は総合行き来できるようになっている。 地場産の野菜を活用した健康志向料理や充実したデモキッチンでの出来立て美食料理が特徴のビュッフェレストランルピナスとプライベートを重視した落ち着いた雰囲気の和風ダイニングレストラン花王がある。宿泊客は日帰り温泉かざきの湯を無料で利用できるほか宿泊者専用の露天風呂に入ることもできる。老舗旅館、煙鉄ホテルエンパイアの建物の老朽化に伴い 改築を行い、2009年6月にリニューアルオープンした。客室は新築棟、ガーデンコートと8階建てのスカイコートがある。エ鉄ホテルエンパイアでは団体客受け入れをメインにしていたが、ウェルシーズン浜名湖ではリゾートを全面に出し、個人客をメインターゲットにしている。この際、建築しながらも稼働率を向上させた恒例として、 第22回ベルカッショベストリフォーム部門を受賞している。ありがとうございます。